ごきげんよう、中二の英語でーすね。期末対策ということで、まあ一番最初の方戻りましたね。B 動詞の過去形ね、B 動詞の過去形のところの確認でしたですよ。はい、ですのでね、まあそもそもね、 B 動詞、現在形ですと am とか is とか are だった。ちょっとここら辺書いちゃうね。 am とか is とか are が あったね、現在形ですね。はい、でこれを過去形にしようということで、まあただただ過去形にしようっていうのはね、結構簡単でした。アムとイズがね、アムとイズは、これ反対だな、アムとイズが、ワーズにね、そして、アーが、ワーに変わってあげると、まあ、それだけだったんでね、まあ、これに関しては、まあ、全然簡単なんですよ。ね。はい、ということで、まあ、ちょっと問題ね、確認してみましょうか。ってことで消しますよ。はい、消えました。はい、では、まず最初。ね、I am 13 years old. ね、私は13歳です。ね、に、ラストマンツを加えてくださいということですね。ラストマンツ、ね、先月、そう。だから過去を表す言葉をつけてくださいということですので、まあ、過去形にしてあげるわけだわな。はい、ですので、はい、B 動詞、am ですから、これを was にしてあげればいいわけだ。はい、ですので、are ね、そして B 動詞が was に変わり、13 years old。はい、そして last month で、はい、こいつをつけてあげた。はい、これだけで OK ですね。してもって、次どうしましょう。はい、否定文にしてくださいという指示。ね、はい、否定文ということは、まあ、もともとこれも B 動詞過去形になって過去の文章ではあるんですけどね。B 動詞の後に現在形でもそうでした。not を入れてあげればよかったね。am not, is not, are not。はい、ですからここも were の後に not を入れてあげる。はい、ですので、まあ、書き換えますと、kumi and kenta ね、kenta。はい、そして were の後に、はい、not が来て、busy last week ですね。B 動詞の後に not。まあ、今回ね、短縮じゃなかったけど、短縮で書いたっていいんですよ。want という短縮形がありましたよね。はい、ですから、ここのね、were not の部分を短縮形にする。ね、まあ、それはそれでね、ちょっとちっちゃくなっちゃうな、自分な。ということで、まあ、OK ではございます。はい、次、疑問文にしましょう。ね、疑問文にしましょう。はい、これもね、そんな大したことなかったよね。B 動詞を主語の前に出してあげた。This is の時も is this にしてあげたし、you are なんとかの時も are you なんとかにしたように、はい、B 動詞 was を前に出してあげてください。はい、ですから、はい、was で前に出た主語の前。そして主語は you are brother ね、brother。はい、そして、と、おまいくず、ハウス、もう全部一緒よ、残りは一緒。はい、this, morning で、クエスチョンマークとね、いうことですね。ちなみに、疑問文だから答えも作ってみたいですよね。まあ、じゃあ、例えば、いいえ、違いますなんていうことでね、いいえの、ね、答え書くんであれば、はい、まず、no ですよね。どこかもね、はい、no ですよね。はい、そして、your brother ね、兄ちゃんとかだから、男だ。男なんで、he で受けますよ。はい、そして、B 動詞、was でした。was で、まあ、no だから、not がついての、no, he wasn't。ね、こんなのがね、答えということになってくるのかなということですね。はい、そしてですね、はい、これができない、これができない、これができない。下線部を尋ねる疑問文にしてくださいというね、この問題が超もうね、苦手ですね、苦手ですね。疑問文にしましょうって書いてあるから、今やったように、B 動詞を前に出して、うわ、できたぜ、終わったぜ、ふわっていう人が多いんですが、実はそうじゃないんだな、この下線部がっていう問題はね。下線部がっていう問題、下線部を尋ねる疑問文にしてくださいと言われたら、疑問詞から始まる疑問文を作るんです。疑問詞って何ですか？うん、例えば、何とかっていう、ファーとかあった。それから、いつとかっていう、when。どことかっていう where ね、どれとかっていう which ね、なんていうのがあった。はい、そんな言葉、疑問詞から始まる文章、疑問文を作ってあげる。だから下線部が何を指してるかを考えるんですね。はい、at school、まあ、学校でという、はい、場所を指しています。ということは場所を尋ねるんです。
例えば人とかだったら誰と聞くし、ね、時に線が引いてあればいつと聞くし、ね、場所だから、はい、どこと聞いてあげたいんですよ。はい、ですので、どこ、そうなんです、どこ、はい、どこって何でしたっけ、疑問詞、where ですよね。はい、ですから疑問詞、まず、where を置いた。はい、そしたら、下線部はもうか、ね、いらないんで、いらないんでかね、これがまあ、where に化けたみたいな、まずね、感じで置き換えられたわけね。だから残った文章ですよ。ね、線の下、引いてない、they were at three yesterday の、この文章を今のこのか、ね、3番目にやったような疑問文にしてあげる。はい、ですので、they were ですから、はい、疑問文にするわけだから、were が前でできて、were they ですよね。で、あと全部一緒ですよ。at three yesterday で、クエスチョン。ね、見えます？下の方。ね、見えてるかな？あ、見えてるかな？はい、ということでね、見えてねえかもしれないんで、もう一回書きましょう。ね、はい、ということでね、はい、まず、where と置いた。はい、そして残った下線部分以外、なんかここは使わないんで、はい、の疑問文にするの。were they? はい、were they? で、あとすぐ書かず、はい、at sleep yesterday でクエスチョンマーク。ね。はい。こんな文章を作ってくださいってことだったんですよ。ね。はい。ですから、この下線部がという問題出てきたときは、うん。普通にただただ疑問文作るんじゃなくて、この疑問詞から始まる疑問文を作ってみようぜよ、ということでありました。ね。まあ、ここら辺は比較的ね、ポンポンポンとスムーズにいったんですよ。やっぱここどうしてもね、詰まりますね。はい。ですので、こんなところまたまた練習していければな、ということでございました。ということで、どうだ？はい、バイバイ。